まずくなりようがないので。そしたら、で混ぜる。どうもよろしくお願いします。今回ですね、本当に美味しいわかめご飯、皆さんわかめご飯食べたことありますか？ありますね。給食の時出てましたね。僕はもう本当わかめご飯の時はもう戦争でしたよ。みんなおかわりするから。あの美味しいわかめご飯なんですけども、家で作ることで皆さんそんなないと思います。本当に美味しいわかめご飯の作り方を今回やりたいと思うんですけども、これが何がいいかって本当に美味しいんですまあ、かなりオーソドックスです。オーソドックスなんですけども、わかめご飯、大抵から作るとこんなに美味しいんだなっていうことをね、皆さんに知っていただきたい。なので今回は本当に美味しいわかめご飯ですねやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。材料はね、ここにあるんですけど、ご飯、今回1合分。だから、2合とか3合とかやる場合は、全部かける3杯とかにしていただければいいんで、今回1合分やります。で、わかめ 3g ね。意外と少ないでしょ。でもこれ戻すと結構ね、量になるんですよ。まあ、好きな方はもうちょっと入れていただいてもいいですけど、多分ね、これぐらいが一番、給食のわかめの量っぽいような感じだと思います。はい。もし好きな方はもっと入れてください。そんだけわかめご飯だから。調味料などは概要欄に書いてありますね。そちらチェックしてみてください。はいはいはい。今回わかめご飯を作っていくんですよ。わかめご飯を作る上で何が重要かというとですね、テンションですよ皆さん。すぐできる料理なんですけども、もうものすごいね、これね、テンションが大事。ということで、テンション上げていきたいと思います。ある中華人2号何分しは。はい、達也。じゃあ今日はこれから4本もしくは5本とお付き合いお願いします。お願いします。頑張ります。はい、じゃあやっていきましょう。はい、じゃあやっていきますよ。じゃあこれわかめにね、お水 150cc ぐらいね入れて、戻します。これ水で戻しました。水で5分。わかめっていうのは熱湯でも戻るんですけど、今回熱湯ではやらないでください。なぜかというと、お米って水で炊きますよね。戻し汁も今回使っていくんで、水で戻してください。わかめ出したんですけども、まず米からやります。別になんてことないんですけども、僕の研ぎ方ですよ。僕の研ぎ方で、炊き込みご飯の時はそんな気付かなくていいです。一回なんかね、本当はね、一回入れて、水捨てて、そっから研ぐんですけども、いらないです。これやると最初の汚れを米に吸うとか言うんですけども、普通の舌だとね、ほぼ分からん。で一回捨てて、研いで、でこれ2回でいいです。あんまり研ぎすぎないでいい。今はね、お米の精米精度がすごくいいんで、普通のブランドのお米であればまずくなりようがないので、いや、この研ぎ方じゃ俺は納得しねっていう、そういう神の舌をお持ちの方はもうちょっとこだわってもいいと思います。今回炊き込みご飯なんで全く気にしないです。はい、ほぼわからんです。はい、こんぐらいでいい。そしたら今度はわかめを刻んでいきます。これ大きいじゃないですか。これをこのまま入れてしまうとわかめがね、主張すぎるんですね。はい、だからこの米粒ぐらいの細かいわかめに切った方がいいですね。はい、だからまあみじん切りみたいな感じですね。はい、粗みじんぐらいな感じ。その方が全体的な色合いも良くなりますし、お米に絡んですごく美味しいです。はい、はい、こんな感じですね。でこれは炊き上がるまで置いておく。ちょっとラップとかした方がいいかもしれない。はい、そしてお米、白菜の味付けね、白だし、だしが入んないと炊き込みご飯って美味しくないので、大さじ1半で、お酒。お酒は米から作られてますんで、これでね、風味がすごく上がります。そしてみりん、これはお米に艶をもたらすとともに、甘みをつけるね。甘みが少し入るとね、すごく味に深みが出ますん でそしたら戻し汁、これ入れます。はい、そしたらお水を入れていくんですけども、で1000の1まででいいです。戻し汁では足りなかった分のお水を入れていきます。でここでわかめ入れないんですよ。ここでわかめを入れて一緒に炊いてしまうと、わかめがめちゃめちゃ水分吸ってコリッとしなくなるんで、なんでここで、炊きます。じゃあこの釜入れて炊飯をして、ピッピになったらピッピします。はい、炊き上がりましたんで開けていきたいと思います。オープン。ということで刻んだわかめ、
これでわかめご飯になるんですよ、これは皆さんね。はい、あと、いりごまはこうやってちょっと指でひねりながらやると香りが出るんで、これ大体ね、小さじ2杯ぐらい、あ、結構入れちゃっていいです。これでね、混ぜるんですけども、お塩ね、ここでね、味決めます。他のおかずと食べる方は入れないでいいです。あ、ただ他のおかずと食べない方、これ単体で食べる方もいらっしゃると思うんで、こういう場合はね、ね、ひとつまみとちょっとぐらい僕は入れた方が美味しいと思います。ね、酒飲みなんだよね。はい、そしたら、で、混ぜる。全体混ぜると。で、これね、混ぜたらちょっと数分蒸らしたらいいです。数分蒸らして完成。はい、じゃあね、蒸らし終わりましたんで持っていきたいと思います。茶碗にね、茶碗にも、ね、香りがいいの。これなんでかっていうと、わかめの戻し汁使ってるからね、日本昔話みたいに盛りたいですね。で、1合全部この茶碗に盛りたい。はい、全国の小学生の夢、わかめの完成でございます。はい、ではですね、給食の思い出の最高に美味しいわかめご飯できましたので、じゃあいただきます。はい、じゃあいただきたいと思います。いただきます。こんな味だよ。最高にうまい。やっぱりね、わかめがたっぷり入ってるっていうのがいいですね。で、後入れにしたことによってわかめの食感も残ってて、香りもすごく美味しい。これはマジおかわりしたくなるわ。うまっ。最高に美味しいです、皆さん。これはね、ご飯単体で食べてもめちゃくちゃ美味しい。そしてわかめの香りがすごい立ってます。そしてここで、あ、なになになにさん、だいぶ垂らしたいですね。あの、もしかね、ごま油も美味しいと思う。これは、うめぇ、ガラリと変わります。めちゃくちゃうまい。さっきはね、給食の味でも、今はね、飲み屋の締めの味に変わりました。この二段変化すごい。ということで、昨日飲みすぎて今日朝ごはん食べてない、たぶん、いただきます。ちゃんぱい。乾杯。本当に食べるの久々なんですけど、いただきます。うまっ。思い出すだろ。すごいよ、懐かしい。これ大好きやった。めっちゃ懐かしい。うまっ。ちゃんと作ってはいるんだけど、その素朴さも残ってるし、家で食べたことないですね、わかめご飯。作んないもんね。うん、俺お子さんいる家庭とか作ったら絶対みんな喜び。絶対大好き、絶対大好き。ごちそうさまでした。です。ということで、皆さん絶対にね、食べたことある方は懐かしい感覚に浸れて、しかもめちゃくちゃ美味しいですから、仕上げのラー油もしくはごま油までやっていただくと、あ、本当にわかめご飯って美味しい料理だったんだなっていうのを実感できると思う。ぜひ食べてみてください。うまいね。意気込みは今日の1本目ですけども、もうなんか二日酔いの顔してない？昨日飲んでます。まあ、向かい酒、向かい酒行きましょう。全然行きます。全然行きます。昔、リクエストみたいなのあったじゃないですか。あ、あったあったあった。絶対1位。1位か。これか、あの、揚げパンとかもあったね。揚げパン、揚げ、きなこ揚げパン。きなこパンもあったけど、か、これは多かったね。王道でみんな絶対好きだし、これだって家でお母さんにこれ出されたらあっても最高じゃないですか。そうね。いや、なんか小学校の頃は、でも学生の頃はちょこちょこ出てきたんだけど、大人になって食べると確かにちょっとね、あの、染みちゃう。だしこれやっぱり家で食べても絶対美味しいもん。家で食ってもうまい、もちろん何倍でもいける。